はい、引き続き、ロマンシングフェス、ホワイトデーのガチャを回していこうと思います。15回天井を目指してというか15回の制限で引く予定なんですけど、すでに5回引きました。まだアセルスは当たっていません。それでは6回目からガチャを回していこうかと思います。そろそろ来てほしい。お金で言うと18,000円。猫が走った。レバーを引きます。はい、ピコーン。殴り方は普通、蹴り方は普通、爆発も普通。アセルス来るか。はい、 A フォーク持ってます。 A ウォード持ってます。お、 A アガタ、多分持ってない。はい、 A テレーズ持ってます。A セフィラス持ってます。 A バンパイアレディ持ってます。はい、 A レッド持ってます。はい、 A テレーズ2人目持ってます。 A エンリケ持ってます。お、 S ホーク持ってません。ちょっと嬉しい。はい、アガタとホークだけが、新キャラでした。いや、ほとんど被りますね。では7回目いきましょう。21,000円目。まあ課金してないですけど。はい、バラが走った。レバーを引きます。はい、はい、ピコーン。これは予定調和。蹴った。エフェクトは普通。天井行きそう。はい、 A ライザ持ってます。 A インリケ持ってます。お、 A ウンディーネ持ってます。A リッチ持ってます。お、 A アザミ多分持ってない。ちょっと嬉しい。 S アニー持ってます。 A ミネルバ持ってます。 A ヨハン持ってます。 A ヨハン2連続持ってます。お、 S ブラック持ってます。あ、新キャラは A のウンディーネと A のアザミですね。ウンディーネ持ってませんでしたね。それでは8回目、折り返し地点です。アセルスが欲しい、アセルスが欲しい。最終工程でもいい。ではもう一度。7万あったジュエルももう5万。ウサギが走った。レバーを引きます。はい、ピコン、予定調和。蹴った。エフェクトは普通。SS は出ないか。はい、 A バーバラ持ってないんじゃないかとちょっと嬉しい。 A ミカエル持ってます。 A クーン持ってます。お、 S のゲン持ってます。お、 S のジュラール持ってません。ちょっと嬉しい。これは寝巻きじゃない、寝巻きじゃない。 A レッド持ってます。お、 S ウィンディー持ってます。 A ディアナ持ってます。 A ロビン持ってます。これは SS 出ないな。 S ヨハン、さっきもらった持ってます。はい、ニューは、S のジュラールと A のバーバラです。それでは9回目。27,000円目ですね。そろそろどちらかが来てほしい。アセルスか最終工程来てほしい。はい、バラが走った。レバーを引きます。はい、ピコン。ここまでは分かっている。はい、爆発は普通です。お、了解。もちろんこれはサガフロ2のやつ。あいつは完全にこの船にいる。エッグ地中深くに沈めてやる。はい、SS のウィルが当たりました。嬉しい。嬉しいけど、アセルスが欲しい。はい、S のナイトハルト、持ってます。何回出てくるんだ。 A のクーン持ってます。お前も何回出てくるんだ。
はい、A のアスラ、持ってます。お前も何回出てくるんだ。はい、A のヨハン、持ってます。お前何回出てくるんだ。A のエンリケ、持ってます。A のユリアン、ホワイトデー、持ってます。A のシフ、持ってます。S ウィンディーネ、さっきもらいました。持ってます。はい、新キャラは SS のウィルでした。なんか結構強いという話を、熱属性コンボがあると強いって話を聞いたんで、期待したいところですね。いよいよ大台の10回目、これでまた一旦休憩を挟んで次の動画に行きたいと思います。10回目課金してたら3万円目です。恐ろしい。あんだけあったジュエルも残り4万6000円になります。4万6000個になります。はい、10回目そろそろアセルスコイ、動物は走らない、レバーを引く。はい、ピコン、これは分かっている。はい、爆発のエフェクトは普通、これは期待できない。はい、 A シエロ、持ってます。はい、 A ディアナ、持ってます。 A ルージュ、持ってます。 A アンリ、持ってます。 A ジャミル、持ってます。 A フォーク、持ってます。 A のクーン、はい、持ってます。 A のヴァンパイアレディ、持ってます。全員持っている。 A のブルー、はい、持ってます。はい、 S の愛車、持ってます。はい、新キャラ加入なし、全員持っているという最悪の結果です。では、10回やりましたので、残り5回は次の動画で引こうかと思います。いやー、もう天井まで行きますね。次の5回でアセルスか最終工程が取れたら最高なんですけど、それぞれ 1% ですから、まあ期待値はもう期待値的にはもう無理な状態になってます。天井行っちゃうだろうな。で、アセルスしか手に入らないんじゃないかと思われますけど、残り5回頑張ろうと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。おや、なんとマスクマンが起き上がりこちらを見ている。マスクマンを助けるためにチャンネル登録をしてみませんか。マスクマンは弱い弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。